を楽しみましょう。じっちゃんの名にかけていってらっしゃい。他のみんなはもう戦ってるみたい。私もなんとか忍び結界を守らないと。アスカさん、アスカ、イカルガさんに勝つね。二人とも無事だったんだね。ええ、なんとか守りきりました。でも正直、勝つねイカルガさん。アスカ、アスカちゃん、柳生ちゃん、ひばりちゃん、みんなボロボロに傷ついてる。早く保健室に連れて行かないと。どこへ行くのですか？あなたは私塾月戦女学館リーダーユミです。私との戦いから逃げる気でしょうか？違うよ、みんなに早く治療を受けさせたいだけ。戦場で怪我をしても誰かが助けてくれる。半蔵の生徒はそんな甘い考えでいつも戦っているのですか？ここで仲間を連れて逃げるのなら、私は背中からあなたを切り捨てるだけのこと。仲間を守るという甘さが学院を失うことになるのです。それでも私はみんなに死んでほしくない。あなた、今まで何を学んできたのですか？何をって、忍びの生き様について何も分かっていないようですね。こんな程度の低い人とは戦う気が起きません。私の部下たちで十分でしょう。行きなさい、お前たち。みんなは私が守ってみせる。アスカ、正義のために舞い忍びます。舞い忍びます。任務開始。やったね。女を医務室に。これが伝説の忍び半蔵の孫ですか。正直落胆を隠せません。ユミちゃん、そこをどいて。どかなければいいからどいて。私はみんなと一緒に立派な残忍になるんだから。だからこんなところでみんなを死なせるわけにはいかないの。どうやらまだ力を隠しているようですが、しかしその力、仲間のためにしか使えないのですか。だとしたら忍びとしては意味のない力ですね。そんなことない。私はちっちゃんに教わったんだ。力っていうのは刀と盾だって、人を守る力だってある。刀だけじゃない、盾だって力だよ。聞くに耐えないきれい事ですね。なんですって。正しい力などない。理屈をこねたところで力とは悪意でしかありません。ただ力さえあれば全てを統べることができる。それを何としても見せてあげたい。見せてあげたい。まあ今日のところはこのぐらいにして、楽しみは次の機会に取っておくことにしましょう。あなたの力自体には興味が出てきました。仲間など関係なく、その力確かめてみたいものです。では次の戦いまでに体調を整えてくださるように。なんとか助かった。みんな今保健室に連れて行ってあげるからね。よくぞ帰った。